メンハーデンは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻艦名は、ネイティブアメリカン語のマナエートックを語源とし、ニシンカニシンダマシ族の総称にちなんで命名された。その名を持つ艦としては2隻目。アトランティックメンハーデンガルフメンハーデンメンハーデンは1944年6月21日に、 ウィスコンシン州マニトワックのマニトワック造船で寄港した。1944年12月20日にミリアム・アール・ジョンソンによって命名、浸水し、1945年6月22日に艦長デビッド・エイチ・マクリントック中佐の指揮下、収益する。マクリントック中佐指揮するメンハーデンは、前年の10月にレーテオ機械船で座礁し、失われた。 ダーターの乗員がそのまま乗り組んだ。マニトワックで建造された潜水艦として第二次世界大戦に参加した最後の艦となったメンハーデンは7月15日までミシガン湖で訓練を行った。その後ウキドックに収められミシシッピ川を降りニューオーリンズに到着後7月27日にパナマ運河地帯に向けて出港した。 パナマ運河地帯ではバルボアで拡張訓練を行い8月15日に戦争は終了した。メンハーデンは9月1日から16日にかけて第19潜水戦隊との任務のため真珠湾へ巡航した。11月24日にメンハーデンはチェスターニミッツ原水の召喚機を形容した。ニミッツ原水は メンハーデンが古いものと新しいものが組み合わさった、艦であるという理由で、任務交代式典に出席する際の機関として、選択した。メンハーデンは、戦闘未経験の最新艦であり、潜水艦の設計及び機材は、最新のものが組み込まれていた。さらに、メンハーデンの、百戦錬磨の乗組員は長期に及んだ、太平洋戦争における、勇気のあるレ度の高い、 ひたむきな潜水艦乗りの典型であった。当日の朝、メンハーデンの甲板上で、ニミッツ元水は自らを、海軍作戦部長に任命し、公認の太平洋艦隊司令長官として、レーモンド・スプルアンス大将を任命した。メンハーデンは、真珠湾沖の作戦活動に1946年1月2日まで、従事し、その五彩海岸へ向けて、出航。 8日にサンフランシスコに到着した。メアアイランド海軍造船所での不活性化オーバーホール後、メンハーデンは1946年5月31日に退役し、太平洋予備役艦隊入りした。1951年8月7日にメアアイランドで艦長ラルフ・ジー・ジョンズ・ジュニア少佐の指揮下再終役し第5潜水船隊に配属、翌年まで、 サンディエゴ沖の西海岸沿いに活動した。1952年8月13日に、メアアイランドで、再び退役、グッピーイアオーバーホール及びシュノーケル潜水艦への転換が始められた。メンハーデンは1953年3月6日に、艦長ウィリアム・アール・ワーナー少佐の指揮火災収益した。メンハーデンは、サンディエゴで6月12日に、 第三潜水戦隊に加わり、9月21日に極東へ向けて出航した。横須賀を拠点として1954年2月11日まで、東、シナ海及び南シナ海で活動し、3月23日にサンディエゴに帰還した。翌1年半、メンハーデンは、東、太平洋で艦隊速応演習、定時訓練に従事した。 1955年8月18日に2度目の西太平洋配備につき、緊張の高まる台湾での紹介を支援した。メンハーデンは1956年2月17日に西海岸に帰還した。メンハーデンはその後混乱状態の極東で6度の配備を完了した。第32潜水艦部隊の一艦として日本、台湾からフィリピン、 オーストラリアの海域を巡航する。また、冷戦下における対立が表面化した朝鮮半島、及びベトナムでの偵察、監視に従事した。西太平洋での展開時以外は、集中的に即応及び警戒訓練のスケジュールを維持した。メンハーデンは、サンディエゴを母校として、数多くの艦隊演習及び提携訓練に参加し、加えて、 ソナー学校での任務及び、潜水艦予備役部隊の訓練任務を支援した。1968年初めに、メンハーデンは、西太平洋に戻った。6ヶ月間の配備で、東南アジアの混乱した海域において集中して、作戦活動に従事し、北ベトナムの共産勢力による攻撃から、南ベトナムを保護し、 独立を維持させるというアメリカ合衆国の努力を支援した。同年の後半には西海岸に帰還し、メンハーデンは将来の平和維持作戦に備えた。メンハーデンは1971年8月13日に退役し、8月15日に除籍された。1976年、メンハーデンはカリフォルニアからワシントンに牽院され、 イエローサブマリンとして使用された。艦は装備及び機関を取り外され、船体は黄色に塗装されたウェキーポートの海軍海中戦術工学ステーションによって運用された。配線としてメンハーデンは遠隔操縦され、海中兵器試験の支援として、無人で適度な深度に先行できる無人聴覚試験艦として使用された。また、トライデントミサイルの運用訓練における、 標的艦としてワシントン沖で使用された。1988年、メンハーデンはスクラップとして切断処理される間に、シュバラストタンク通気弁からの漏水によって沈没した。満潮とともに、メンハーデンは浮上することができなかったものの、エバレット氏は最終的に放棄された船体のスクラップ処理を完了した。ありがとうございます。